軽井沢ホテル音羽の森チャペル紹介していただきます。高橋さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、はい、お願いします。はい、まずこちらのチャペルなんですけれども、音羽の森の敷地内に建っている建物ではあるんですが、音羽の森が商業目的で建てたあの建物ではなく、日本聖公会というですね、キリスト教の正式な、はい、チャペルとなっております。本物の教会だって。はい、日本聖公会はですね、英国国教会と言いまして、のロイヤルファミリーの方々がご結婚式を行う教派となっております。はい、ですから、ここでは日本でご住職、唯一ホテルという商業施設の中にある、教会で本物の結婚式を行えるチャペルなんです。すごい、本当に神に誓うやつですよ。はい、では中の方へ入させていただきます。はい、お願いします。足元気をつけて、足元を気をつけて、足元を気をつけて。ご参列いただくゲストの皆様にですね、軽井沢市自然をより多く感じていただけるようにですね、ガラス張り の, チャペルが大変多く設立されてはいるんですけれども、私ども音羽の森の旧軽井沢礼拝堂はですね、珍しくステンドグラスのタイプのチャペルになっております。もしよければ前のガラスまでお掛けいただければと思います。こちらのチャペルの大きな特徴といたしまして、今見ていただいている天井ですね、こちらの天井なんですが、こちらコウモリ天井というふうに私ども呼んでいるんですけれども、何でコウモリ天井っていうんですか。この傘の作りといいますかが、コウモリのあれに似てるということで、こちらの、はい、そういうふうに呼んではいるんですけれども、海外にある大聖堂と呼ばれるですね、チャペルも全てこのコウモリ天井の作りとなってまして、この作りの天井の教会は本物の正式なチャペルというような証しとも言われているんですね。で、あともう一つが、マイクを使わずにですね、しっかりと後ろの方まで声が届くような、はい、設計となっているので、このような特徴的な作りとなっているそうです。確かにすごい響くもんね。実はですね、今この正面にございます、ステンドグラスなんですが、こちらは左右に1枚ずつあるんですけれども、こちらは1つ、2つあるんですが、1つの、絵となってまして、実はこのステンドグラスもしっかりと意味合いというものがございます。はい、で、実はですね、この右手側に、左側ですね、失礼しました、お腹に手を当てている女性が大天使ガブリエルという女性、はい、でして、で、右手側にございます両手を合わせている女性が、かの有名な聖母マリア様と言われておりまして、実はこのシーンなんですけど、この大天使ガブリエルがマリア様に、あなたのお腹にキリストが宿りましたよというですね、聖書の中で出てくる受胎告知というシーンを描いております。で、ここで一つ質問になるんですけれども、はい、アベマリアという曲ご存知いらっしゃいますか。はい、はいはい、実はそのアベマリアというのが、この受胎告知をお祝いしているシーンと言われております。あの二人はどなたなんでしょう。こちらはですね、大天使ガブリエルの、使えている天使さんということで、はい、いうふうに言われております。いいね。結婚式の最中もですね、アベマリアが実際にかぶるような、はい、流れになってます。かわいいね。ありがとうございます。この感じでちょっと大丈夫そうですか。はい、はい、ありがとうございます。見て、森の小さな教会です。
と私が